さとちゃんです。今日は妻と買い物行きます。これからね、妻は後ろに乗ってます。カードを確認しました。今日いい天気だね。あのさ、 YouTube へ 4K で画像アップしたいんだけど、画像アップできないんだけどね。 1080p 60フレームが精一杯なんだよね。あれ 4K アップしてる人はどうしてんだろうね。契約しないとダメなのかね。YouTube に電話しても聞いてもいいんだけど、聞きらないの。うん、4K アップ YouTube の 4K 切れなかね。あれ YouTube のデータセンター見てみたいな。どうなってんだろう。全てのさ、あの高画質の映像のデータを全部受け入れてんだよ YouTube って。データセンター見てみたい。どうなってんだろうかさ。あの iCloud はね、 iCloud ってあるでしょ。あれはね、あの Google ドライブと紐付けされてるんですよ。一部が Google ドライブ使ってっからね、 iCloud。 うん、初めて知った。紐付けされてんだって。あの裏でさ、そーっとやってんですよ。 Google ドライブ私 1TB 持ってます。アップルのさ、あのドライブ、あ、いいのか、 iCloud ドライブですよ。本当にいい天気だわ今日。何を食おうかな、美子先生。今日何買うんですか。後ろにね、美子ちゃんが乗ってます。はい、何を食うのかしら、何を買うのかな。一回買い物をね、5000円で済ましてね、週1回行くようにするとね、2万円で済むでしょ。そうはいかないんだよね。私が無駄買いするから。あの椅子欲しいな。4万9000円だったから。あの椅子のいいところはね、あの椅子が持ち上がるとかそういうのじゃないよ。あの首座りがいいの。うん、頭の位置、ああいう椅子はない。俺探してたけどないの、首座りのいい椅子。まず出てこないよね。 99.9% 出てきません。それにあの椅子はあるんだよな。その世界があるの、あれ。ただ後ろにね、ペタンとなんないんだよね、あれね。ここで終わり。ここで終わり。こうなんねんだ、あれ。こう上じゃ持ち上がるんだよ、こう電動でさ、ずーっとこうなんのね。こうなんだけども、この背もたれがこうならない。ここで終わり。惜しいね。ここまでビーッとなればね、うん、そうするとね、スマホのやりすぎした人のストレートネックを直せんだよ。そういうね、未来性のある椅子です、あれ。あの椅子値段が高いんだよな。1万9000円ぐらいだったらすぐ買う。4万9000円とか8000円だったら、女の子ね、うちの後ろにいる妻にぶっ飛ばされるよ。私に誰か投資してくれる人いないかね。私のスポンサーになってちゃうわね。あ、運転中だ。
あの私のね冬山で遭難した時のあの対策法、私のフェイスブック見てね、もし遭難して助からねえなと思ったら自分から麻酔薬打って眠ること、そうすると完全冬眠活状態になります。それしないと完全に死にます。これはね、あの動物実験でね、旧ソビエト連邦が実験でやってるんですよ。うん、あの麻酔剤打たないと完全に死ぬんだって、 100% です。で半年までね、あの蘇生可能まで行ってたの、あれ旧ソビエト連邦のね、あの実験データで。入ったらしさい、これ本当の話。6ヶ月まではね蘇生可能だったんだよね。その後の実験結果をね、あのデータ欲しいんだよね。うん、あのあれはね液体窒素使ってたね。でも私は違う、アルコール純、あのエタノールアルコール純度 100% の極低温、超極低温ねを使う。あの彫刻と低温のねアルコールってね、知ってました？燃えないんですよ。こう火をつけても燃えない。あれアルコールはさ、ボッと発火するでしょ。超低温にするとね、アルコールって燃えないの。これ本当の話。うん、冷凍技術。真空パックしてさ、肉を真空パックしてね、アルコールでダーンって冷やすとね、もう一気に冷えっからね、カツコツになるからさ、またゆっくり解凍するのね。あのヒマラヤで遭難してさ、ヒマラヤに行くと死体がゴロゴロしてんだって、冷凍になってさ、カツコツに。ああいう人たちは麻酔時代を念のためポケットに1個入れて注射器持ってさ、こうやって登山に行けばいいんですよ。でもう助かんねえなと思ったら自分で注射してさ、でね、あの手紙を入れて、こう後でゆっくり解凍してくださいってポケットに入れとけばいいじゃん。でカツコツになってね、仮死状態になってればいいのね。これが私の里ちゃん理論です。ね、面白いと思います。あ、面白いもくそもんねえや。それしか助からないんだったらそれにかけるしかないよね。私だったらそうしますよ。もしヒマラヤに行く羽目、北極に行く羽目になったらばね、麻酔剤と注射器を忘れずに持っていきます、うん、と、あとメモ帳とペンとで、ね、回答してちょうだいってね。ね、2018年何月何日で、300年後に発見されるかもしれないでしょ。そして自分のポケットの中にこう探られて、何解凍してちょうだいって書いてあるよって、解凍しようぜ。で水にドボーンとつけてさ、よーく解凍すれば心臓が溶き込む、動き出すの。そっから時間がスタートね。未来性があっていいね、これね。里ちゃんの分、旧ソビエトの連邦でこれねやってたんだから、実際半年までは成功してたのね。うん、あのウサギかなんかだったね。麻酔剤打たないと完全に死ぬ。うん、その違いです。打つか打たないか、どっちか。というわけで妻が今ね買い物に行ったからさ、私はねちょっとね切ります。アップルウォッチ、早くアップルウォッチ、アップルウォッチ、 iPhone X のプラス出ないかな。 UQL6.91 だったかな、でかいやつね。あれ出たらば UQL のね、妻に買ってあげたいと思います。そして私が使ってこれを妻に譲る、そういうふうに考えてんだけど、妻はいらねえつんだよね。逆に分からずやなんだろうね。だってお金はさ、残したいってされないですね。
私たちは子供いないんだもんさ、使うこと人間ありますよ。本当使うことによってこうやってね未来に発信できるんだもん。 YouTube にさ、 YouTube は永遠なんですよ。 YouTube は永遠に残るから、私 YouTube で発信してるの。ほんでちゃんと受け入れてくれるんだもん。 YouTube Facebook は受け入れてくれない。あれね、音声検索と画像とかみんな検索かかってストップされるからね。こういう言葉が入ってるんだけどもね、配信していいですかって言ってるからね、あの Facebook は。あと著作権の音楽もそう、あの小室さんのこういう音楽が入ってますダメですってね、その部分だけ削除しますってね、そこだけで、あの Facebook はそこだけ音が出ないんだもん。 Facebook ダメだな、もう。でも Facebook が生き残る方法はね、新しい技術の開発した会社をね、まず小さいうちから目をつぶとってんの。全部買収、全部買収してんだよ。そしてだだだ手が荒くなってんだもん。みんなね、いいなと思ったら Facebook が買収して、でだんだんその技術を応用してね、フェイスブックがでかくなってますね。だから若い面が育たないの。つうか自分とこの会社しちゃったよね。あのアップルも同じ。これいいな、音声認識これいいなと思ったら、ラットカツアプリさ、あの音声認識技術をさ買収したでしょ。うん。ほんでエアポッドに使うんですよ。ちっちゃいジャン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 になっても、エアポッドっていうのはね、あのホームポッドホームポッドっていうのはジャンジャンのなってても、編集にちっちゃい声で言っても反応するんだよ。はいご主人様ってね、編集に、うん、どんなジャン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 になってても、あの Google みたいにね OK じゃないって言わない、編集に。ほんで今度出るこのエアーポッツあるでしょ、これはね、今度は新型はね、こうやってトントンってやんなくていいの。トントンってやって Siri起動するでしょ、それらね、このまま切ったらまま Hey Siri って言うとね、自動認識でペイッとこうつながるようになる。このまんまでね、 Hey Siri、 今まではトントンってやってたけどさ、エアポッツ2、2バージョン、今度のはいい、おそらくね素晴らしいのが出来上がってくると思いますよ。何にもしなくて編集リーツとね、誰々に電話しちゃうだよ、はいわかりました、パート2、これ15分までだからね、もう13分。せっかく 4K 撮ってもさ、 4K で YouTube さアップできないんだもん。だからなんか契約しないとダメなんだよね。というわけでこれ切ります。 Apple Watch 3でね、これ Apple Watch ねものすごくいいですよ。だっていいように作ってんだもんね、売れるよ。だって売れるように作ってんだもんね、売れるじゃ当たるんやだよね。というわけでバイバイ。佐藤論文でした。冷凍技術の話です。冷凍冬眠、はい。